女王陛下のお気に入りは2018年のアイベイ映画作の歴史、コメディドラマ映画。監督はヨルゴス・ランティモス。脚本はデボラ・デイビスとトニー・マクナマラ。主演はオリビア・コールマン。共演はエマ・ストーン、レイチェル・ワイズ、ニコラス・ホルト、ジョー・アルウィン、ジェームズ・スミス、マーク・ゲーティスら。話は18世紀初頭のイギリスの王宮を舞台に。 スペイン継承戦争か、女王のアンのお気に入りになるために原側近のレディサラと、サラの10枚のアビゲールメーシャムが激しい闘争を繰り広げるというものである。本作は2018年8月30日の第75回ベネツィア国際映画祭で世界初上映され、審査員大賞と女優賞を受賞した。アメリカでは、フォックスサーチライトピクチャーズによって、 2018年11月23日に公開された。1巻あたりの平均オープニング講習は10万5603ドルとなり、その年最高の平均オープニング講習を叩き出した。制作費は1500万ドルだが、講習は5310万ドルを超え、工業的に成功した。さらに、批評家からも絶賛を受け、特に脚本と演出、撮影、衣装デザイン。 音楽、そして主演3人の演技が絶賛された。ロッテントマトズでは344個の批評価レビューのうち94%が支持評価を下し、平均評価は10点中8.5点となった。メタクレティックではメタスコーが53個の批評価レビューに基づき、過重平均値は100点中90点となり、サイトは本作の評価を 世界的な絶賛と示し、2018年のメタクレティックで12番目に評価の高い作品となった。本作は英国インディペンデント映画賞でその年最多となる13部門でノミネートに上がり、作品賞を含む10部門を受賞した。第72回英国アカデミー賞でもその年最多の12部門でノミネートされ、7部門を受賞した。 第91回アカデミー賞では、ローマ、ローマと共に、その年祭多体となる10部門にノミネートされ第76回、ゴールデングローブ賞では5部門にノミネートされた。オリビア・コールマンは、アカデミー賞、英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞で主演女優賞を受賞した。監督のヨルゴス・ランティモス衣装のサンディ・パウエル。ありがとうございます。